こんにちは、安藤彦です。魔女を作った発声レシピやっていきましょう。今日はですね、私の動画ね、ずっと見ていただいている方にお知らせなんですけどね、一応私がね、お茶を飲みながら、いろいろ人生のことについてお話しさせていただいたりとかですね、そういうことは、一応ね、今、一旦ストップしてますね。一応、それは終わりにして、あとね、お茶を飲むのはこの魔女を作った発声レシピだけです。で、そうですね、私が、テノールというね、声の種類ですね。オペラとかね、声楽、クラシックのに詳しい方は、わかると思うんですけども、テノールっていうと、日本語に訳すと男性高音歌手ってね、言うんですよね。高い音をね、主に歌う、そういう、なんて言うんだろう、役柄なんですよね。高い音を専門に歌うってことですね。っていうのがあるんですね。で、男性ですと、低い声だとバスとかね。あとはテノールとバスの中間でバリトンとかね。で、そういう声の種類というのがあるんですけども、私がね、高音歌手なので、やっぱりね、高い声の出し方について何も言わないというのは変かなと。私のね、魔女を作った発声レシピで、基本的にはね、もう、これで十分、高い声の説明っていうのはできてるんですけどもね。ですけども、なぜじゃあこれやろうと思ったかっていうと、曲を歌ってる間に、実際、だから出し方は分かりましたと。ね。出し方は分かったんですけど、曲を歌ってる間に、いろんなことが起きるわけですよね。すごく難しいか、むず、なんかこう、なんて言うんだろう、ずーっと高い音が、で、歌ってて苦しいのに、また高い声が最後出てくるとかね。急に下低い声が急に上にボーンと上がってるとか、いろいろこう、あるんですよね。あとは、テノールというね、男性高音歌手と一言で言っても、やっぱり得意な役柄って違いますかね。ヒーローな役、ね、ヒーローの役がいい人もいますし、なんて言うんだろう、こう、ね、ちょっとこう、野蛮といったらあれですけどね、結構こう、なんて言うんだろう、こう、攻撃的な役、そういうのもありますし、それはだから、いろいろあるんで、王子様とかね、そういうのもありますし、だからそれはいろいろあるんですけど、私は、テノールの中でも、そんなに高音得意としている歌手ではないです。むしろまだまだ修行中で、ね、高い音がどれだけ綺麗に決まるかね、っていうところはまだ自分でも消化しきれてないんですけど、ただ一応自分のね、なんていうんだ、最低限のね、高い声という意味での最低限の、その課題というのはクリアしたと思ってますので、クリアしたので、実際の感覚的なもの、もちろんその感覚なんですけどね、歌っていうのは。最終的には全部感覚なんですけども、きちんと理論があってとかっていうよりは、少し感覚的にね、どういうふうに、出したらいいのかってことをですね、説明したいと思います。で、それでうまく曲の中で、今こんな感じ、歌ってて苦しいけど、ふってこうやってね、やって、高い声、ふっ、すっと出せると、いいと思いますので、ちょっと今回はこれやらせてください。で、このね、今日で概要を説明して、あとはね、お茶は飲まないで、そのまま行きたいと思います。何回かに分けてね、高い声に絞ったその話って何回か続くと思うんですけどね。ここで行こうはちょっと、それでは、お茶は飲まないでね、どんどん実践していきたいと思います。今日のところで全部説明して、ちょっとこれ以降何回かの動画は全部この動画にね、戻ってこれるようにリンクをね、貼りたいと思いますので、よろしくお願いします。お茶美味しいです。ちょっとね、暑いんですけど、ね、あったかいお茶入れちゃいましたね。さて、高音をうまく出すには、こうやってね、これがね、今日のね、レジュメというか、
あのですね、今日のですね、ね、こういうふうに今日の、テーマというのが書いてありますね。もう一回やります。ね。これが今日の、まあ、テーマですよってことを。横にすれば跳ねたりするのかな、こうやってね。うん。まあ、ちょっとね、スマートフォンでご覧の方はこうやって、ちょっとこれを傾けて見えるのか、今回っちゃうのかわかんないけど、見ていただけるといいんですけどね。まずじゃこの、コーンテクニックの、この、香りを嗅ぐように鼻から大きく息を吸うというね、ここにありますかね。これ書いたんですけども、これができないと高い声っていうのは出ないんですね。で、まあ、私がこれがとっても苦手で、まあ、人によっては鼻腔共鳴なんて呼んだりするんだと思うんですけども、まあ、鼻腔共鳴って呼ぶかどうかはちょっと私わからないんですけどね、これがね。まあ、ちょっと私、耳鼻咽喉科の お医者さんじゃないんで、一応ね、ちょっと資料いろいろ調べたんですけども、ちょっと私が責任持ってここまで言えないので、もうちょっと詳しい話、もしこれどういうことかってことからすると、ちょっとお医者様に聞いてください。一応私ね、まあ、昔ちょっと医学書なんかを持ったんですけど、ちょっとね、ダメです。わかんないですね。粘膜なんですかね。ちょっとね、これがね、私ちょっとわからないので、医学的なことがちょっと正確にわからないんですけどもね、このね、鼻腔のところをね、上に上げるっていうね、作業をしなきゃいけないんですね。で、まあ、よくまあ、女性も男性もそうなんですけども、中学校ぐらい、女性だと小学校6年生ぐらいかな、でもこう見ますし、男性ですとまあ中学校2年生ぐらいかなと思うんですけど、声変わりっていうのはね、ありますね、変声期ってなりますね。で、まあ、今ね、こういうジェンダーとかって問題で随分こうやって、こういう発言って難しくなりましたけども、声変わりというのは性認識をして初めて感情するんだということなんですよね。性認識ってことなんですね。まあ、これはまあ、実際にはね、まあ、肉体というのは、25になっても30になってもやっぱりこう成長しますしね。ただまあ、お医者様に言うと巨人症って言われちゃうので、それね。まあ、それはたくさん、一応ね、何かをこう、やってる人たちなので、まあ、それは、私もそうですし、私も何かをしてますし、皆さん何かをしてるので、立場っていうのがあるのね。それぞれの立場っていうのがあるので、これだから、お医者様にね、二十歳過ぎてから身長伸びましたって言うと、巨人症ですね、病気ですねって言われちゃうんですけどね。だけど、まあ、そういうことも、いろいろ細かいことはあるんですけども、要するにまあ特に男性なんですけども、女性ももちろんありますよ、声変わりっていうのは。もちろんあるんですけども、その喉がまあ大きくなるんですね、子供の時からですね。喉が大きくなる。喉頭が大きくなるんですね。で、喉頭が大きくなって、声変わりをするんですけども、いいですか？性認識をしないと、声変わりっていうのは、狭い意味での、声変わりということであれば、それで声変わり終わりなんですけども、性認識をして、広い意味での声変わりっていうのが終わりなんですね。で、まあ、これはね、もう本当に、あれなんですけども、まあ、分かっていただける方は分かるかもしれないですけどね。今ね、こういうこと言うとね、差別とかってね、言われちゃう時代なんで、私もね、随分気をつけてやってますけども、気分がしたら申し訳ないです。女性や子供の声というのは割とこの鼻腔の方の高い位置に声があるポジション。まあ、ちょっとポジションってちょっと声楽的な歌の専門用語使っちゃいます。ポジションがあるんですね。で、男性がここで喋るとこういう感じになります。こういう感じになるんですね。男性が、ね、よく中学生で声変わりしたばっかりの人ってこういう感じの声の人多いでしょ。それはだから、まあ、もちろんこれは、国の文化とかね、そういうものによっても違うんですけども、自分が男性だということで、響きのポジションが、この口のあたりとか喉のあたりに落ちないと、ダメなんですね。で、高い声出す、手の上の高い声出すっていうのは、この逆を行くわけですよね。つまり、
女性とか子供が喋って、まあこういうこと言うとね、また、女性は大人じゃないんですかとかってね、まあ、言われちゃいそうですけども、そういうつもりは全然ないんでね。そういうことは言いませんので、私。今なかなかそういう時代になっちゃいましたけどね。この、女性が喋ってる位置に、ポジションを戻すってことなんですよね。そうしないと、高い声が出ない。ということなんですね。だから、テノールってのはここで歌うってことなんですよね。単純にシンプルに説明するとここで歌うってことなんですね。私だったら口なんですけども、口で喋ってますし、もちろんこうやって喉で喋る人もいますけども、ね、喉で喋る方もいらっしゃいますけどね。だからそれはだから、この声のポジションを変えることによって、出してよね。で、性認識っていうのをして初めてその声があり、こういう男性らしい声っていうのが出せるわけですね。で、その時に、この鼻腔のところをね、上げてあげる、多分私粘膜だと思うんですけども、ちょっと正確なことはね、音声外来の先生に聞いていただければわかると思うんですけども、これをね、持ち上げるんですね。上にぐーっと。ぐーっと。うん。ぐーっとこうやってね。だからその時に、嗅ぐように鼻から大きく息をするっていうのはいいんですけどね。だから、じゃあ、なんだ、フルーツでもいいですかね。こうやって。って嗅ぐと、この、鼻腔のところがこうやってぐーっと上がるんですよね。うん、あと、こう、私、あんまり鼻の通りが良くないんですけども、鼻が あまり通り良くないんです。でも、こうやって鼻腔の上の方を開けてあげると、スッとね、息が通るんですよね。うん。これを、ができないと高い声が出せない。ってことなんですね。で、これをマスターした上で、次の項目がある、んですね。じゃ次いっちゃいますよ。キューゾっていう一つの概念がありますね。キューゾ。ね。まあ、日本語だとちょっと全然言葉の訳が違う。キューゾって、まあ、締めるってことですね。締めるって意味なんですけども、まあ日本語に訳すと引くっていう感じですけど、これ私一回動画で上げたんですけど、まあ引きゅうぞっていう概念がありますね。あるいはチェンジっていうね、概念があります。それから、ソノーレっていうね、いうのもありまして、まあこういう感覚を使うこともできるってことですね。あるいはジラーレ。まあこれはまあミックスボイスのところでやったやつですね。ジラーレ。表から裏に返す。ね、ひっくり返すって、ジラーレっていうね、そういうのやりましたけども、うん。まあ、先ほど言ってたから、これができないとダメなんですね。この、鼻腔をね、こうやって、持ち上げるっていうことができないとダメ。ただね、これね、私、まあ、中耳炎2回、まあ、歌始めてからじゃなくてね、子供の頃に中耳炎2回やって、片耳ずつやったんで、まあ、普通に生活はできたんですけどね、両耳、聴力失って、うん、まあ私体良かったんでね、風邪ひくとね、すぐそうなっちゃったんですよね。まあだから今音楽やらせてもらって、本当にね、ありがたいなって思うんですけども、もう本当ずっと5、6年耳鼻科通ったと思いますね、中耳炎になっての。ちょっと時間のところ、もし空気が入るとかっていうんだったらね、ちゃんとね、ちょっと音声外来の先生とかね、耳鼻咽喉科の先生にちょっと相談してみてください。これちょっと難しいので、ちょっと私もちょっと今自分の調べるだけ調べたんですけど、ちょっと、わかりませんでした、これね。アデノイドなのか、それとも鼻腔の粘膜でやってるのか、ちょっとね、これがね、わからないんですね。ちょっとこれすいません。正確なことはわかりませんってことですね。で、高音ストレッチってなりますね。ちょっと最後の項目いきますけども、高音のストレッチっていうのがあるんですよね。で、こういう理屈があったとして、今までこのような理屈があったとしても、訓練っていうのは必要なんですね。どんなに、なんていうんだろう、こう、
知識を身につけても、その練習しないとできないんですね。そういうふうに筋肉が動くように仕向けていくっていうね、いうことをしないとやっぱりこの高い声っていうのは出ない。で、でまあそのさっきのね、ちょっと話とまた戻っちゃうんですけど、さっきのこれね、動画で、そうですね、2回に分けてやろうかな、これな。うん、まあ、ちょっとね、まあ、概要は今日説明 するんで、あれなんですけど、まあ、その、高音ストレッチっていうのはね、ちょっと順番バラバラになっちゃいまして、高音のストレッチっていうのがあるんですね。そうですね、じゃちょっと順番逆になっちゃうんですけど、高音のストレッチちょっとやってみましょうかね。ちょっと今日歌うつもりなかったんですけども、うん。小さい声でいいですね。だんだん大きくね、して かっこいい声にするんですけども。小さい声です。これね、ずっと練習してください。多分最初ね、すごいね、筋肉動かないと思います。最初本当に、とかになっちゃったりするんですね。でもその、まあその、体痛めない程度に気をつけながら、うまーくこの、これやってあげる。この最初やったやつ。これ、動くように。じゃあこれできたら、じゃあ、今これラの音なんですけども、じゃあ、Cのフラットとかね。ここまでできたらもういいですね。こうやって練習するです。ストレッチするようですね。最初はもう硬いです。もう本当に、ってこうなっちゃうんですけど、これがうまくこう、ってこうやって引っかかるようにうまく練習してください。そんな大きい音量じゃないんで、うん。で、ね、まあ、これを続ける。ね、高い度だったら、これでずっとね、やるってことですね。うん。これがね、高音ストレッチっていうんですね。まあ、今日は音楽用のマイク使ってないんですけども、まあ、このぐらいだったら多分ね、ちゃんと入ってると思いますのでね。まあ、今日は話中心なので。で、じゃあこの、キューゾっていうのはね、何か。まあ、弾くってことなんですけども、まあ、日本語で、ね、まあ、直訳じゃないですよ。直訳は途中ですよ。キューゾっていうんですけども。あだったら、あ。ね。まあ、もちろんそれは人によっては響きの付け方で、かっこいい響きの付け方する人もいますよね。こうやって、おでこのところにキラ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 ーとかで、ブリなんて響きある人も、ね、いると思うんですけども。それは、それでいいです。じゃあ、あにしましょうか。あって響きはここにあるとします。あがここにある。口の前にありますね。あ、ね。そしたら、この輪郭だけ残して真ん中だけ弾いてあげるってことですね。あこういうやり方があるんですね。じゃあさっきの高音ストレッチ。うん、先こっち説明してよかったかもしれないですけど。じゃこの高音ストレッチと一緒にやってみましょうか。これね、じゃこれでやってみましょう。まあ、ちょっと音量大きくなっちゃうかもしれないですけど、じゃあ、ラの音でやってみますね。うん。あにしましょうかね。あの方がいいですね。わかりますかね。うん。この輪郭だけ。輪郭だけ残して、真ん中をグッと引いてあげる。ね。こういうやり方がある。それから、まあ、詳しいね、やり方はね、まあ、もう一回ちゃんとしたカメラやりますけども、ちゃんとしたカメラとか、ちゃんとマイクね、つけて、いい音でやりますけども、次、チェンジっていうのがありますね。チェンジっていうのは、まあ、これはね、ソプラノ先生に習ったんです。さっきのこの、キューゾ、私、キューゾって勝手に呼んじゃってますけどもね。まあ、その先生に、ね、弾くってね、教わったんですけども、まあ、これは、テノーの先生ですね。テノーの先生に習った方法なんです。このね、チェンジっていうのはソプラノの先生に習った方法で、これもね、今使ってます。これは、
高い音に行くときに、上から少しずつ響きを足して、取り出していく。上からこう、降ってくるのをこう捕まえるように出してあげるっていう、まあそういう出し方ですね。だから、ちょっとこう、力で行くっていうよりは少し柔らかい感じの、ちょっとこうの出し方になりますよね。うん。そうですね。これはだから取り出してないわけですね。下の響きのまんまなんですね。ね。響きを取り出してあげる。置いてくるときには、まあ、上の響きを残しながら、上の響きってね、べちゃんってね、潰れやすいね、どうしても感覚的にね。べちゃんって、ってなりやすいので、これ上の響きを持ちながらちゃんと下に置いてくるということ。そうですね、ポルタメントの練習なんかいいですね。じゃあ、ここ、何にしましょうか。ね、下の響きと上の響きをこう一体期待する。ちょっと右な。指の方がいいかな。ね、こういうことですね。で、次が、ソノーレっていうね。まあ、これは、バリトンの先生からね、教わった方法なんですけども。まあ、よくね、日本だと喉仏を下げるなんていうことなんですけども、まあ、本当に私、喉仏なのか、下げるのが喉仏でいいのかってことわかんないです。なんとなくこの辺を下げるってね、イメージあるのかもしれないんですけども、まあ、ちょっと私がですね、そこまでよくわからないので、ただまあその喉を下げるって感覚はわかるわけですね。そうですね。上がってくればですね。上がってきちゃう。こういうね、やり方ですね。上がってきちゃったから下げろ。まあこういう方法ですね。これもさっきの高音ストレッチじゃないですかね。じゃあこれはアルペジオでやってみましょうか。ね、こういうね、ここね、方法がありますね。そうですね、この、まあ、ちょっと実践編はね、今日はちょっとやりませんけども、屈伸しながらやったりすると、イメージつきやすいですね、この、こういうね、やり方するといいと思います。もちろん、この、高い声出すときには、その、何回も言ってますけど、この、リクルね、これをやんないとできませんので、これ、いつでも意識して、香りを嗅ぐように鼻から大きく息を吸う。ね。こうやって、鼻腔を高いところにこうやってキュッて、ね、持ち上げるってことですね。じゃあ、ジラーレ。これはね、動画でも出しましたんで、ね。まあ、ミックスボイスだとかって言いますけど、要するに、裏と表を返す。表から裏に。ね、これが多分一番コントローラー来やすいかな。まあ、今この3つもやりましたけど、なんとなく同じような動作してますよね。こう手でイメージの動作っていうかね。うん。だから、やってることは同じなんですけど、ちょっとね、イメージが違うと音色とか変わるので、これはだから、そうですね、一気に表から裏に返すと、こういう感じになりますね。ちょっとカクンっていく感じになりますね。で、普通に返すと今度この、なんていうの、瞬発力が使えないんで、ちょっと余裕難しいんですけども、連続的に出るってことですね。ね。でもまあ最初はね、まあ、このひっくり返す練習でいいと思うんで、やっぱり高音ストレッチですね。これ、とかって、イメージつけて練習するといいと思います。ね、今日はね、まあちょっとこういうね、動画でした。実践編は、実際にね、きちっとした声出すのはちょっと、次回、まあ2回でまとめられればいいかなと思うんですけどね。で、それが終わったら今度はまたっていうか、もう、この魔女発生レシピも大詰めですね。
もう一回腹式呼吸の基本をやって、総合的な、まあね、今まで全部やったやつを、まあ、まとめてね、まあ、最後なんかできればなと思うんですけども、今日はこんなこういう動画でした。どうもありがとうございました。マジを作った発声師でした。お茶美味しかったです。